ギルロイはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡の南端にある都市である。2010年の国勢調査では人口48,821人だった。ガーリックを生産することで知られ、毎年開催するギルロイガーリック祭にはガーリックを使った様々な料理やガーリックの入ったアイスクリームを出している。またマッシュルームもかなりの量を生産している。 市西部の大部分、マドンナ山軍立公園の麓周辺にある古い家の敷地で小規模なワインが生産されている。ギルロイホットスプリング道路を通って市の北東約8マイルにはビクトリア時代のリゾートであるギルロイアマトホットスプリングがあり、カリフォルニア州の歴史的建造物になっている。またその全体が工場アウトレット店で構成される大型のギルロイプレミアムアウトレットもある。 昔からあるランドマークとしては、カリフォルニア州道152号線沿いに特化されたテーマパークである、ギルロイガーデンズファミリーテーマパーク、州道152号線近く町の西約12マイルに、ヘッカー峠のマドンナ山君立公園、町の北東に、ヘンリー・ダブル公衆立公園がある。また、南東の外れ北伊37度00分0 6秒。 整形121度32分27秒。北緯37.00167度整形121.54083度。37.00167-121.54083には、コンアグラフーズが所有するギルロイフーズ加工工場が目立っている。南東のホリスター方面や北のサンマーティン方面は、牛、ガーリック、イチゴの農園が占めている。ワインは、 ガーリックの次に力を入れているものである。ギルロイワイントレール沿いにワイン醸造所がある。1770年代に、フニペロセラ神父が率いた開拓者がこの地域に到着し始め、1797年には、パハロ川近くにサンフアンバウティスタ伝道所が設立された。1809年、イグナシオ・オルテガが、スペインの土地上都で13,066エーカーの、 土地所有を認められ、ランチョ三石泥となった。その近くに三石泥の村が成長した。そこは、エル・カミノレアル及びサンタクララ・バレーとサンホアキン、バレーをつないだ、パチェコ峠のふもとにあった。当時のカリフォルニアから輸出された、主要産品は重視であり、数千村が加工されて、ヌエバエスパーニアの他地域に出荷された。外国人との貿易や、 外交的交流はスペイン総督政府から厳格に禁じられていたが、贅沢品を絶望するカリフォールアは密かに実行していた。米英戦争の時、北西会社が武装商船アイザック・トットを派遣して、コロンビア側川口にあるアメリカ人交易基地のアストリアトリデを占領させようとした。この船はイングランドのポーツマスを出港し、ケープホーンを回って、 アメリカの太平洋岸まで進んでおり、途中のスペイン領の港で物資を補給していた。1814年1月、アイザック・トッドは、モントレー・プレシディオに到着した。その訪問中に平凡な水夫のジョン・ギルロイが、船から飛び降りたか、あるいは解決病療養のために岸に残されたかで、この地に泊まった。そこからサンイシドロに向かうの何らかの時に、ローマカトリックにし、 アルタカリフォルニアでスペイン王室が合法的に認知したヒスペイン人開拓者として最初のものになった。長い間にアメリカ人やヨーロッパ人がこの地域に入ってくるようになったがしばらくはスペインさらに1 8 2 1年以後は独立したメキシコの支配下にあった。ギルロイはその雇用主の娘と結婚し最後は村のアルカルデになった。 カリフォルニアが1848年にアメリカ合衆国に併合されたことに続いて、シエラネバダ山脈で金が発見され、それまでは細々とだった、東部州からの移民が退去を仕掛けてくるようになった。元々のカリフォルニアを土地所有者の多くが土地を切り売りし、不法占有者のために失い、あるいは所有権に関する聞き取り調査で取り上げられ、サンインシドロ周辺の地域は、 プレザントバリエと呼ばれるようになった。1870年3月12日、ギルロイ町として衆議会により公式に法人化された。ジョン・ギルロイは1869年に死亡していた。この時までに町の中心はエル・カミノ・レアルの西に移動していた。当初の村があった場所は今日ではオールド・ギルロイと呼ばれるあまり人の住まない領域になっている。しばらくの間、 牛の飼育と近くのサンタクルス産地からの木材が地域経済にとって重要だったが、バレーの他の地域と同様に農業が最大の収入源となった。農業は長い間重要なままだったが、1970年代に北のシリコンバレーに対するベッドタウンに変わり始めた。町には19世紀半ばからの建物が多く残っている。 1857年に建てられたキリスト教会はサンタクララ軍で最古の連続的に利用されている木造建築物となっている。カジア・ジョージ・ユースティスの家屋は1869年の建設である。ユースティスは南北戦争の古参兵であり、ゲティスバーグの戦いにも参戦していた。サミュエル・ムウーアは長くギルロイ郵便局長を務め、 その家は1870年代に建てられた。その家屋が建てられていた場所には現在アパートが建っている。市の北東には19世紀後半に開発されたリゾート地、ギルロイアマトホットスプリングスがある。ギルロイ市は北緯37度00分43秒、整形121度34分48秒。 北緯37.012048度成形121.580080度、37.012048-121.580080に位置している。三の瀬市から南に16マイル、太平洋岸から内陸に19マイルにある。サンタクララバレーの南部にあり、標高は200フィートである。西は、サンタクルス山地、東は、 ディアブロ産地が境になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は16.156平方マイル、この内陸地は16.146平方マイル、水域は0.010平方マイルで、水域率は0.06%である。騒音郊外になっているのは、アメリカ国道101号線、エルカミノである、リーブ3道路など幹線道路である。 環境騒音レベル60以上の騒音にさらされている人が約4000人いる。太平洋の緩和効果があるので、ギルロイは暖かい地中海性気候にある。成果の平均最高気温は摂氏32.3度、中東の平均最低気温は摂氏0.9度である。年間平均降水量は4 8 0トル1 8 9インチであり、 通常夏は乾燥している。降雪は20年に1回と稀れであり、あったとしても短時間であり積もらない。夏は海岸からの霧が特徴であり、午後10時頃に始まり、翌朝午前10時に消える。冬は海水から薄曇りの日が多く、時として風雨がある。地形から見て竜巻、激しい暴風、雷雨は起こりにくい。シャパラルト、 草地の生物群系となり、高地には、ライブオークが自生している。最も寒い12月の平均気温は、最高気温が、摂氏16度、最低気温が、摂氏3度である。最も暑い7月は最高気温が、摂氏31度、最低気温が、摂氏13度である。摂氏37.7度を超える日が平均7.4日、あり、氷点下になる日は、 平均17.7日ある。過去最高温度は1972年7月15日に記録されたで摂取46度だった。過去最低温度は1990年12月22日から24日に記録された摂取8度だった。計測可能な降水がある日は年間平均60日である。過去最も降水量が多かったのは1983年の955。 ミリメートル、最も少なかったのは1977年の284ミ、mm、リメートル11.17インチである。月間降水量の最多は1914年1月の372、mm、ミリメートル14.64インチだった。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ギルロ医師の失業率は15.30%と高く、就職機会成長率もマイナス1.48%である。今後10年間では、就職機会が21.74%成長すると予測されている。市内の大規模雇用主は、クリストファー牧場とオーラムスパイシーズベジタブルズである。カリフォルニア州議会上院では、第17選挙区。 会員では第30選挙区にあり、共に民主党員を選出している。アメリカ合衆国議会会員では第19及び第20選挙区に入っており、やはり民主党員を選出している。高等教育機関としてはガビランカレッジがある。公立の初等中等教育はギルロイ統合教育学区が管轄しており、高校3校、中学校3校、 小学校発行が含まれている。その他にギルロイ・アーリー・カレッジ・アカデミーがある。サンタクララ群図書館がギルロイ図書館を運営している。主要高規格道路公共交通機関、ロバート・ゲレーロ、1983年隊、プロボクサー、国際ボクシング連盟で3回チャンピオン、世界ボクシング協会と世界ボクシング機構のライト級暫定王者。ありがとうございます。